はあ、痛かった。あれ、ご乗車ありがとうございます。すいません、キイさん。どうされました？この辺にいた学生たち、どこに行ったかわかりますか？あー、たくあん中学校ですか？そうです。先ほど新幹線で出発されましたよ。え？そんな、僕もそこの学生なんです。どうしたらいいですか？先生に連絡取ってもらわないと、こっちも何ともできませんよ。そんな、楽しみにしてたのに。お兄ちゃん、こっちおいで。え？次の望み乗っちゃおっか。先輩ダメですよ、そんな勝手なこと。細かいな、お前は。とりあえず任せとけって。知らないですよ。よし、お兄ちゃん、この望み乗ったらみんなより先に東京駅着くから、改札で待ってるんだぞ。あ、はい。先生には車掌さんを通じて連絡してあるから安心しろ。とりあえずこの切符証明しとくから、降りるとき駅員さんに渡して。ありがとうございます。いつの間に。ほんじゃ楽しんでこいよ。行ってきます。先輩、いつの間に連絡を。あの子がお前に話しかけた瞬間、さっきの団体の一人だって気づいてな。なるほど、僕だけだったら追い返しちゃってました。そうだな、もうちょっと相手のこと考えてやれよ。はい。痛かった。あれ、行ってきます。行ってきます。ほんじゃ、ほんじゃ楽しんでこいよ。ほんじゃ楽しんでこいよ。ほんじゃ楽しんでこいよ。知らないですよ。知らないですよ。